納豆はタンパク質やカルシウム、ビタミンや鉄分などいろいろな栄養素がバランスよく含まれる優秀な食品です。しかし納豆は健康に良いということで、1日に何パックも食べ過ぎている人はいませんか？納豆に特に有害な成分が含まれているというわけではないのですが、実は食べ過ぎると健康に悪い影響があります。どんなに体に有効な成分であっても度が過ぎれば害になりうるということです。納豆を食べ過ぎるとどうなる？その起こりうる副作用とは一体？納豆の適切な1日の摂取目安量とは？食べ過ぎると害がある成分その1、イソフラボン。納豆は1パックあたりおよそ 50g に対して約 37mg のイソフラボンが含まれています。イソフラボンは大豆などの豆類に含まれるフラボノイドの一種であり、体内では女性ホルモンのエストロゲンと同様の働きをする成分です。またフラボノイドは植物に含まれている色素や苦味、辛味成分でありポリフェノールの一つです。イソフラボンは更年期障害の改善や、もう一つの女性ホルモンであるプロゲステロンが引き起こすとされる PMS、いわゆる月経前症候群の症状を軽減したり、乳がんの発生を減少してくれる効果があるとされます。他にも強い抗酸化作用を持ち、美容にも良いとされていますので、イソフラボンを配合した多くのサプリメントなども販売されているのはご存知かと思います。しかしイソフラボンを摂取しすぎた場合、体内ではエストロゲンが分泌されすぎているとみなされ、その結果エストロゲンの分泌が抑えられることとなり、プロゲステロンの分泌が増えるため、ホルモンバランスが崩れる原因となってしまうのです。イソフラボンは女性ホルモンに影響を与えるため、男性には関係ないと考える人もいるかもしれませんが、男性にも女性ホルモンは存在しますので影響はあります。男性がイソフラボンを摂取した場合、男性ホルモンを抑制して女性ホルモンを活性化させる効果があります。男性ホルモンが原因とされる薄毛や体臭を改善するなどの良い効果もあるのですが、大量に過剰摂取した場合、精巣機能などの男性の性機能の衰えや、胸が膨らんできたり、筋肉がつきにくくなるなどの可能性があります。イソフラボンの1日の摂取許容量は70〜75mg とされていますので、納豆は1日2パックまでなら許容範囲内ということになります。しかしこれはイソフラボンを納豆のみで摂取する場合の話ですので、イソフラボンのサプリや大豆、豆腐、油揚げなどの大豆類の食品もたくさん食べる場合は1パック程度に抑えた方が良いでしょう。食べ過ぎると害がある成分その2、プリン体。プリン体は痛風を患っている人や危険性のある人にとっては、完全なる悪者みたいに考えている人が多いかもしれません。しかしプリン体は私たちの身体の細胞の核を構成する核酸の主成分となっているものです。新陳代謝で古い細胞が新しい細胞に入れ替わる際に核酸が分解され、プリン体は尿酸となります。血液中の尿酸が増え、増えすぎた尿酸が関節で結晶化することにより起こるのが痛風です。そのため、かつては痛風患者にはプリン体の摂取が厳しく制限されていました。納豆には1パックおよそ 50g あたりのプリン体含有量は 56.5mg ありますので、納豆は痛風には良くないと言われていたのです。しかし、最近では人体にあるプリン体のうち約 80% は体内で合成され、食物から直接取り込まれるのは 20% に過ぎない、というのが一般的な見解となっています。つまり、食物から摂取するプリン体は尿酸値にあまり大きな影響を与えないことが分かってきたのです。そのため最近では1日 400mg 程度ならプリン体を摂取しても大丈夫、ということになっています。また、納豆はアルカリ性食品です。そして尿酸は身体がアルカリ化することで脳に溶け込みやすくなり、体外への排出が促進される効果があります。納豆には葉酸が多く含まれているのですが、この葉酸には尿酸を作る酵素の働きを弱める効果があり、納豆を摂取すると尿酸の生成が抑えられ、痛風を予防する効果があることも分かってきました。このような理由から、
現在では痛風を患っている場合でも納豆は摂取すべき食品とされています。しかし1日に納豆2パック程度なら問題ないレベルだと言えますが、プリン体は納豆以外の食物にも含まれていますので、合計でプリン体が 400mg 以内に収まっているかどうかは確認しておきましょう。食べ過ぎると害がある成分その3、セレン。納豆には発育や生殖に欠かせないセレンという必須ミネラルが含まれます。セレンには強い抗酸化作用や活性酸素を除去する働きがあるのですが、セレンを慢性的に過剰摂取すると爪の変形、脱毛、嘔吐、胃腸障害、下痢、末梢神経障害などを引き起こすとされています。セレンの1日の上限摂取量は厚生労働省によると250マイクログラムと設定されています。1パックあたりの含有量を234マイクログラムで計算した場合、納豆2パックまでは許容範囲ということになります。食べ過ぎると害がある成分その4、ビタミン K。 納豆1パックにはビタミン K がおよそ300マイクログラム含まれます。人工弁の手術を受けた人や心房細動という不整脈のある人は心臓の中で血栓ができやすいため、人工弁の障害や脳梗塞、血栓症の予防のためワーファリンという血が固まらないようにする薬を服用します。しかしビタミン K はこのワーファリンの働きを阻害する作用を持ちます。ワーファリンを服用されている人は専門機関で詳しい説明を受けているとは思いますが、ワーファリンを服用されている人は納豆を食べてはいけませんのでご注意ください。ビタミン K の許容上限摂取量は厚生労働省によると3万マイクログラムと設定されており、健康な人はビタミン K に関しては特に気にする必要はありません。いかがでしたでしょうか。少しでもお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。